さてと。この忍界で果たして誰が最強なのか、忍びなのか侍なのか、時の流れを超えて強者たちが続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの武闘祭に注目しています。これより忍界武闘祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を超えなければならない。武闘祭はいくつかの段階に分かれています。まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら、相応の覚悟と力を見せろ。いいな？よし、それでは忍界武闘祭開始だ。遥か頂を目指して、忍界武闘祭、ここに開幕。さあ始まりました、忍界武闘祭。最強の称号を手にするためには、まずは予選を勝ち抜かなければなりません。どんな戦いが行われるか全く目が離せませんね。あ、申し遅れました。私は実況を担当します、木の葉隠れのしずねです。同じく雲隠れのマブイです。解説には木の葉隠れの奈良四角さんをお迎えしています。よろしくお願いします。いよいよですね。もう待ったはできません。あとはここで戦うだけです。
戦闘開始。頭ができつつあります。これはこのまま決まるかもしれませんよ。戦闘開始。やりますね。これほどのやり手だったとは驚きです。戦いでしたね。戦闘開始。Oh!
て気持ちの良い戦いでした。本当に長らくかかった予選でしたが、ようやく全ブロックの本戦出場者が決まり、激戦に幕が下ろされようとしています。多くの者たちが挑んだ忍界舞踏祭予選、しかし本戦に進んだのはほんの一握りの者だけ。本当におめでとうございます。本戦開始までは今しばらくの余裕があります。皆さん、しっかり準備を整えてください。実況はひとまずここでお別れです。次は本戦で会いましょう。それでは皆さん、さようなら。さてと